タレントで俳優の杉浦太陽さんが、父の日の6月20日、4人の子どもたちとの5ショットをインスタグラムで公開。父の日のプレゼントをもらった喜びを伝えました。子どもたちから、父の日のプレゼントをもらいました、と杉浦さん。長男の青空、聖夜、君を背負い。長女のノア、ノア、さん。次男のコウア、空、君、三男のサチクコア、君に囲まれた幸せそうな写真を公開しながら。 4人の子どもたちに囲まれて、こんな幸せなことはない。温かいメッセージとプレゼント、みんな、ありがとうね、と感謝の気持ちを綴っています。子どもたちはフェルトで作ったと見られる杉浦さんの顔や、パパへの感謝の気持ちを綴ったメッセージカードをプレゼント。さらに、辻希美さんからのプレゼントと思われる、いつもありがとう飲みすぎないでね、との言葉がプリントされたタンブラーの写真もアップされています。 これからも家族のために頑張りますと、決意を新たたにした杉浦さんさらに、いつも思うのですが、母の日や父の日は、幼い子どもたちの場合は、サポートしてあげるのが大事なのを実感しているので、こんな父の日があるのは、のんのおかげです、感謝。と、辻さんの手助けもあって、素敵な父の日になったことを綴りました。